皆さんこんばんは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の草恋新聞社会人サークルを始めていきたいと思います。草恋新聞購読視聴規約、ここでねこの動画を一旦止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条の文言を一語一句読み飛ばすことなく全てお読みください。どこか一箇所でも承諾できないという方がいらっしゃいましたら、あなたはこのね、動画を見る、この続きを見ることはできませんので、ここでやめてください。全て承諾できた方のみですね、この動画の続きを見ることができます。それでは行ってみましょう。 LINE に登録してくださいね。そして私まで、この動画の感想を寄せください。ステッカーを販売しております。 LINE でお問い合わせください。令和2年11月5日木曜日、草恋新聞 FX 中野研究会。皆さんね、動画私がね投稿するのは本当に久しぶりになりますね。1週間か2週間ぶりぐらいになっちゃうかな。最近はね YouTube ライブやってないですし、一般公開ではやってないですし、まあ多分今後もね多分やらないと思うんですけど、ちょっとね心境の変化がありましてね、世の中はですねものすごい寒くなりまして、まあ11月ですからね、もう秋というよりは冬ですね。ダウンジャケットまではまだ着る必要はないですけれども、上着を羽織らないと外には出れないですね。家の中はもう少し寒くなってきたかなって感じなので、いつもエアコンをつけたりね暖房をつけたりしてます。で、昨日から始まったねアメリカ大統領選挙の開票作業なんですけれども、まあもうバイデンさんね決まりって感じですね。もうね予想通りね。で負けそうになってるから、トランプ大統領があの手この手でね裁判を仕掛けてるって感じですね。で今回は投票当日ですね、投票所で暴動が起きるんじゃないかということで、事前にね事前投票した人並びに郵便投票をしてね、そのリスクを暴動のリスクを回避した人が1億人以上いるということで、アメリカの人口2億7000万人ですから、もちろん子供は投票権ないですからね、まあ、大体だから2億人ぐらいしかいないわけですよね、その選挙権持ってる人は。ですから大体その投票人数の半分はですね、投票できる人の半分はもう期日前投票または郵便投票したんですね。でもちろんその暴動怖いなと思う人はバイデン陣営の味方だと思いますからね。今ね期日前投票の開票作業をね全米でやってて、バイデン全部バイデンっていう なっててですね、あれおかしいぞと、投票日に投票した票はトランプが多かったのに、期日前投票の開票が始まった途端全部バイデンさんになっちゃってるじゃないかと、これは票のね投票のなんか違法性っていうかインチキなんだっつってトランプが言い出してね、それで開票を中止させるような裁判命令を出すようなことを言ってますけど、まあむちゃくちゃですね本当にねむちゃくちゃな話を言ってますね。今郵便投票もほとんどはバイデンさんの票が入ってるかもしれないですね。でまあ誰がどう見てもトランプさんはもう負けちゃった感じですね。でマーケットはもう 100%、 もう 100%、 100% はないですから 99.9% はバイデンさんでもう決まりということで、特に、外国為替市場のドル円相場はですね、もう今日の夕方からね、日本時間の夕方、まあ、16時、4時ぐらいからですね、もう下げの一方ですね。はい。なので、まあ、私は、皆さんご存じのとおり、私はですね、まあ、約1ヶ月前ぐらいからドル円ショートを持ってますんでね、その利益が膨らんでますんで、どのぐらいになったかっていうのを今日ちょっとお伝えしたいと思います。あと、ビットコインがね、150万超えましたね。
これはね、株が上がってるのと一緒ですね。日本の株とか、アメリカのニューヨークダウとかね、ナスダックの株がむっちゃくちゃ上がってますけど、あのね、上がってますけど、なぜ上がってんのかって。これね、大統領選終わったら下がりますよ。爆下げしますから、皆さん気をつけておいた方がいいと思います。コロナ、3月のね、第1次コロナショックの前って爆上げしたでしょ、株。為替も爆上げしたんですよ、ドル円も。で、おかしいおかしいって言ってたら、あっという間に落っこったんですよね。日経平均も1万6000ぐらいまで落ちたでしょ。ニューヨークダウンもむちゃくちゃ落ちて V 字回復しましたけど、今回 V 字回復しないですよ。日本もアメリカも財政出動もうお金ないですから、日本だってじゃあもう一回ね、国民全員に10万円配るかって配れないですよ、お金ね。じゃあ法人企業に200万円配るかと、個人事業主に100万円配るかって配れないですよ、お金ないから。もう GoTo ぐらいしかできないですから、V 字回復はありえないですよね。アメリカもそうですし、全世界、ヨーロッパのフランス、イギリス、ドイツ、イタリアなんかもお金ないですからね。ですから株下がっちゃうのでね。でビットコインも株と一緒ですね。下がりますから気をつけてください。年末まで上がるからっていうのは僕は信じてないんですよね。ではちょっと行きましょう。まずですね、これですね、為替。これ1分足ですけれども、まあ、5分足、夕方ね、下がって爆上げしてからの爆下げですね。で、一旦ね、104円割ったんですよね。103円94銭ぐらいまで行って、そこから40ピプスの爆上げか。44ピプスかな。これ、まあびっくりした人いると思いますよね。やっぱり上かっつってね。43ピプスの爆上げでね。で、ロング入れた人いると思うんですけど、下がっちゃいましたね、やっぱりね。で、昨日はですね、これ1時間足ですけれども、ここのところですね、最初ね、トランプ大統領が有利っていうふうにね、報道で伝えられて、ここね、だいたいここから、104円30銭ぐらいだったんですね、朝ね、昨日の朝。ずっと落ちてきてたんですね、夜からね、ずっとね、朝方ね。それが、なんと104円、105円、34銭まで爆上げ。これね、わずか10分ぐらいで上がりましたね。これは、損切りできなかった人も多いと思いますね。日本の FX 会社を使ってたら、お衣装が発生してたと思いますよ。これ約104ピプス上げですね。まあ、これはすごかったですね。一瞬でしたからね。10分、5分とか10分ぐらいで、一気に上がりましたから、トランプ大統領優勢って伝わったんですよ、ニュースでね。それ爆上げしたんですよ。トランプは上ですね。奴隷はね。で、バイデンさんは下ですね。今、バイデンさん優勢なんで、もうこんな下がってますね、もうね。恐ろしいほど下がってますね。今、103円の658、65ですね。103円台に入るとは、こんな早く入るとは思いませんでしたね。しかも入った暁にはこんなに落ちてると、64になりましたね。いや、すごいですね。ほんで、私のですね、私は今、海外 FX 口座 XM を使ってるんですけど、使ってますか ?PC 版と、まあ、スマホ。まあ、スマホも PC でも見れるんですけど。両方一緒なんですけどね。2つ口座あります。ほんで、まずね、パソコン版は今いくらになってるでしょうか。発表します。じゃ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 ーん。ちょっと待って。結局ですね、私は、4時間足だと、どっから持ってるのかさ、こっから持ってるんですよね。こう見ていただいて、ここから持ってるんですよね。106円の、まあ一番上が10銭ですけど、107銭ぐらいから持ってるんですよね、一番上はね。ずっと入れてたんですよね。ここは入れてて、入れて。まあ、本当はね、この下から入れてたんですよね。で、トランプ大統領が、コロナにかかったと、夫婦でね、かかったって、ドーンと落ちたんですよ。
で、ここはマイナス320、あ、プラス、そうだ、プラスですよね。最初ね、ここでショート入れてたんですよね。もう上だ、てっぺんだと思って、ポールポジションだと思ってショート入れたら、まんまとですね、320万円プラスになったんですよね。それで、やったやったーってね、これもっと落ちる、もっと落ちると思って、ずっと握りしめてたら上がっちゃってですね。で、106円10銭まで行ったんですよ。で、ここがマイナス340万ですね。でも、ヒヤヒヤになってたんですけど、一応、証拠金は1700万あったので、まあ、全然余裕だろうと。思ってたら落ちてきたんですね、こうやってね。で、まあ、一回プルバックですっごい上がったんですけど、まあ、その後、爆下げして、ヒヤヒヤもんですね。何回か上がって、ヒヤヒヤ、これすっごい長かったですね。すっごいイライラして、で、昨日のトランプ大統領かって爆上げ。ああ、この辺でね、この辺で利確しときゃよかったなと。ここは本当にもう、ここら辺でね、700万、800万とか700万とかあったんですよ、利益が。で、直前もね、700万ぐらいあったんですよ、利益がね。700万の利益あったんですけど、こういったでしょ、こういって、もうほとんどないですね。もう100万ぐらいの利益しかなくなっちゃって。見てないですけどね。多分100万円ですね。まあ、ここら辺でも入れてるんでね。ここら辺が足かせになったから、多分50万ぐらいの利益になってたと思いますね。昨日ね。そしたらすぐ下がってきたので、よかった。あと結局ですね。まあ、何もしてないわけですね。まあ、ここら辺でまた追いポジしちゃいましたけど、まあ、何もしないっていうのが一番いいってことですね。で、では結果いきます。じゃん、2200万円ですね。おめでとうございます。ですね、結局ですね、まあ、昨日下下がってほっとしてですね、50ロット、まあ、最初ね、だいたい100万通貨、まあ、最初はねあんまり入れてないんですけど、まあ最初はね、まあ50、そうです、あんまり入れてなかったですね。50ロット500万通貨ぐらいしか入れてなかったんですけど、だんだん増えて100万、100ロット1000万通貨入れたんですよ。で、昨日、トランプさんで爆上げしてね、トランプ大統領決定かっつって爆上げして、それで、まあ、利益が50万になっちゃって、ほどほど泣きそうになって爆下げしたので、それで安心して、プラス50ロット、500万通貨入れて、今、1500万通貨入れてます。で、平均レートが105円245まで落ちましたね。一番上が106円07かな。で、今、ピプス、平均ピプスが157で2220万台ですね。利益がですね。そして、まあ、最初ね、もともと1700万あったんですけど、まあ、1696万7960に落ちてます。ちょっとね、ポジション取得ミスがあって、23万9000円の損失がね、今週発生しました。まあ、大した金額じゃないで、23円90銭ぐらいですね。なので、一応もともとあった1700万ぐらいですよね。1696万と、2258か。224か。40か。ほとんど減って、減ったり増えたりしてますね。これ足すとですね、6、3。これは6か。6、7、8、9ですね。3936。だいたい4000万ですね、今ね。はい。だいたい4000万円になりましたね。やっぱりずっと握ってると、いいこといっぱいありますね。はい。ずっと持ってるだけですからね、これね。はい。打ったり買ったりすると、ちょっと難しいですね、やっぱりね。はい。ずっと持ってただけです。FX、まあ、FX だけじゃなくて、株も、先物もですね、仮想通貨も一緒なんですけど、投資っていうのはね、何もしないことが仕事なんですよ。だからこうやってですね、ずっと持ってるだけ。
持ってるだけです。はい。まあ、4000、だいたい4000万ぐらいなので、これずっと もうちょっと下がると思うんですよね。これ、101円までは下がると思いますから、持ってます。あと、追いポジはね、ちょっと怖くて今はできないですね。ポジション取ればもっと利益が増えますけど、ちょっと怖いですね、今ね。はい。それでですね、これ、いつから持ってるかっていうことなんですけど、一番古いの、消えましたね。ちょっと待ってください。もう一回、ここにいた、いましたね。一番古いのが一番上にあるんですけど、ポジションしとくね。これがですね、105円468、あれ、105円468になってますね。約定価格がね、一番古いやつですね。これがね、今年の9月28日ですから、まだ夏って感じですね。10月じゃなくて9月28の、夕方4時1分ですね。はい、9月28にだいぶポジション取ってますね。あと29、31本。あと10月7日、13、11月ですね。11月3日っていうのはまあ2日前ですね。あ、そっか、昨日の前ですね。はい、だからちょっとトランプさんが爆上げした前に撮ってますね、これね。はい、一番、だからね、1ヶ月以上持ってますよ。1ヶ月。で、スワップが、これ50万通貨も、これね、1ポジション50万通貨持ってるんですけど、50万通貨あたり78,410円のスワップ金利発生してますから、スワップ金利すごいね、これね。これ、今全部で100万以上ありますね、これね。まあ、ここら辺はまだ、2、3日しか経ってないんで、1万とか8000円ですけども、まあ、50万通貨でね。1ヶ月で握っちゃうと、この、まあ、8万とかね、なりますので、暴落しないとですね、なかなか、あれですね。はい、これだからそうですね、まあ一応このスワップ金利を引かれた金額が今2200万ぐらいですねということになります。あとですね、もう一つの口座ですね、 XM の口座、パソコン、あ、じゃあスマホの方なんですけど、まあここでも出せんだけどね、ここでも表示できるんだけど、ちょっとめんどくさいからさ、こっちのスマホで見てるんですけど、それがこれですね。これね、1万円からスタートしたんですよ。それね、50万超えたね。今もっと超えてると思うんですけど、これね、9時53分に撮った写真なんですよね、今日ね。今もう10時18分なんで、だいぶ下がってるんで、もっと多いと思うんですけど、多分ね、今もう60万円ぐらいになってると思う。ね、最初ね、これ、残高1万円だ、1万円でやったんですよ。で、クレジットが2000円ぐらい作ってね。1万2000円から、まあ1万円、現金は1万円で入れて始めたんですね。それで1万円だとさ、もちろん、まあ、クレジットボーナス含めて1万2000円だと、まあ、最大で 8万通貨ぐらいしかポジれないんですけど、0.8 ロットね、8万通貨。それでやって、途中で、22万通貨、ね、増えたお金で追加して、全部で今30万通貨持ってます。で、最初はね、0.05 ロット入れたんですね。5000通貨ですね、これ。これが10月7日に入れましたね。1時45分31秒にね。で、これが5000通貨ですけども、1万円超えてんだよね。11,455円。最初、同じ日にですね、同じ日、同じ時刻にですね、5000通貨を、2つで1万通貨。まあ最初怖いからね、1万通貨しか出ないんですよね。で、その後、まあ1万通貨ずっと同じ日に入れたり、まあ、したり、まあ、これ2万通貨ありますけど、これがね、30万通貨まで入ってます。で、スワップ金利は、まあ5000通貨あたりマイナス599円なんで、1万通貨あたり1万2000円くらいですね。
1ヶ月ぐらい、これも10月7日からですから握ってんのが、今11月5日ですから、だいたい1ヶ月間ぐらい握っててですね、まあ、1万円が53万2千になったということなんでね、本当にね、FX って、まあ、特に海外 FX はね、追い性がないんですよね。なので、すごく安心してできます。で、これ残高はね、その後ちょっと、いろんな口座から全部入金したんで、ここに集めたんでね、安心してこう見てられます。有効証拠金は72万2千になりましたね。いや、わずか1万円でもね、こうやって増えていくんだなと思うと、本当にね、貧乏になっちゃってもね、これ FX ね、海外 FX、僕は XM を使ってるんですけど、まあ、最大レバレッジが888倍使えるんでね、まあ、1万円とか5千円とか3千円でもいいんですけどね、どんどん増えていきますから、で、まあ、私がね、考案したポールポジション、ガチ法、投資法ですね、まあ、これをですね、やれば、まあね、チャート見てるとね、どうしても利確したくなっちゃうんですよね。利確してしまうと、次どこでポジション取ったらいいか分かんなくなっちゃって、中途半端でまたポジション取るとですね、損切り貧乏になっちゃうんですよね。損切りにすごく合うんです。で、私が、まあ、今回まあ106円からね、ずっと持ってるんですけど、106円から持ってるんですけど、ここからね、ここから持ってるんですよ。ここね、75移動平均線タッチしたここだと思ってね、ライブで皆様にもお伝えしましたよね。今年の年末、あと3、ね、この時はまだ10月初めとか9月の終わりでしたから、年末にね、までに、例えば借金返済で200万必要だとか、1000万必要だとかね、5000万必要だとか、1億、5億、10億、10億円必要なんだっていう人は、まあ、どうぞね、FX 口座開設してお金を入れて、ショートポジション入れてくださいと。まあ、必要なお金に乗じてですね、証拠金の金額違いますけれども、S ポジション入れて、あとずっと持っててくださいと。ね、追いポジをしないで、ね、追加ポジション取らないで持っててください。追加ポジション取ると、プルバック、例えば昨日だったらここまでプルバックしたんでね、こうやってね、こういうところで切られちゃうんですよ。ほんで今まで上げた利益がゼロになっちゃうし、最初に入れたお金もなくなっちゃうんですよね。で、僕最初に入れた1万円は1万円でもう出金して、クレジットカード会社で返しちゃいました。なんで今これ53万あるでしょう。これは全部なくなっちゃっても、全然痛くもかゆくもないですね、これ。あぶく銭ですね、53万2千円はね。今もうちょっと増えて60万ぐらいになってますけど、今ね。こうやってね、あぶく銭になるんですよね。で、ここで、お金、僕1万円入れましたけど、まあ、10万円だったら今600万になってますよね。まあ、原理的にね。じゃあ、100万入れたら今6000万になってるわけですよ。100万でね。で、200万入れれば1億2000万になってるわけ。原理的にですよ。まあ、原理的には、まあ、数学的にはそうなるわけですよね。だから、例えば、あ、ここまで行ってから利確した。じゃあ次どこでつって、ここでね。じゃあまたショートポジション取っても、次、やっぱここの上には上が来るから、これ刈られちゃうんですよね。でくそーと思って、なんか中途半端でまたショート入れたり、今度上だっつってロング入れるとさ、ドーンって下がったりして、で、結局ね、ここでね、30万利益取ったのが全部なくなっちゃうんですよね。その後でね。だから僕ここで30万利益やったけど、ここまで来てね、5万ぐらいしかなくなっちゃったんですね、利益がね。うわ、もうダメだと思ってたら、みるみるうちに下がって、今60万の利益ですから、結局ね、何もやらないのが仕事なんです。金融投資っていうのはね。何もやらない。手を加えなければ、むちゃくちゃ増えていきます。これが、ただね、中途半端なところでポジション取っても全く増えないですよ。切られて終わりですから。ポールポジションって言ったら、これはショーね、今はドル円は下がる時期ですから、S 目線ですね。これずっと下がってるでしょ。ここが、上がってるから、L 目線ですね。ロング。どこでロング入れるか、下のところでロングですね。で、これが3月のコロナショックですよね。で、これ終わったら今度、ショートポジションの S 目線ですよね。上がったら S、上がったら S ですね。これどこで入れるのかって言ったのはもう、
テクニカルチャート分析で全部寸分の狂いもなく出てきます。でそれはわかるんだよね。まあ多分皆さん知ってると思いますけどね。はい、移動平均線とか、他のね、インディケーターとかオシレーターとかで全部出てきますからね。ぜひね、皆様もですね、自由なね、まあ、今お金に苦労してる人はですね、ほとんどお金いらないですからね。口座開設すると5000円ついてますから、5000のボーナスポイントついてますから、そこからね、100万、1000万、1億って増やせますからね。いやー、便利な世の中になったと思います。今はね、100万ですね。2160万ですね。ちょっと上の方来たかな。あとビットコインなんですけども、かなり上がりましたね。これ財布ですが、はい、わ、すごいですね。155万まで行きましたね。すっごいですね。これは株とか為替と同じですね。為替は下がってますけども、株と一緒ですね。上がって、まあ、1時間足ですけれどもすぐ上がってますね。日足にするとどうですか。まさかここは、うわ、今日ですね、これはバイデンさんだから上がったんです。株と一緒ですね。でこれ下がる日が来ますから、必ずね、年末まで持たないと思いますよ。ちょっとわかんないですけどね、持たないと思うんだよな。なので、いや、このまま年末の、ビットコインは年末に上がるって言うかもしれないですけど、これ、12月10日ぐらいで下がったんですよ、これね。12月16で下がったのか。あ、その前か、12月6日ぐらいで一旦下がっちゃったのな。なので、今もう11月ですから、11月5日ですから、1ヶ月持たないと思うんですよ。で、アメリカ大統領が決定したとか、まあ、明日ぐらい下がるかもしれないね。まあ、バイデンさん確実ってなった瞬間に下がる可能性があるので、まあ、決済の準備をね、した方がいいかもしれないですね。まあ、脅すわけじゃないんですけれども、世界経済すごい悪いんでね、ヨーロッパはロックダウンしてますから、ロックダウンしてんのにどうして株が上がるんだったのかなって、企業業績がなんで良くなるんだってなっちゃうから、なるわけないだろうって感じのことなんですね。あとイーサリアムとか全然上がってないんですよね。でリップルも24円68銭から上がってないんですよ。でまあビットコインで利確してね、その利益でリップル買うっていう動きが4年前かな3年前かあったんですけど、3年前か、まあそれがあればねいいですね。まあ、少し上がると思います。僕はまあ200円から300円はリップル行くと思ってますけどね、年末にね。ビットコインでみんな大儲けしたから、この利益でリップル買おうってなるんですよね。あとイーサリアムも上がりますね、これ。20万は行くと思いますね。まああとは、この辺様変わりしましたね。チェーンリンクまた、そこそこ上がってますね。体の間9円58か。ちょっと下がりましたね。1年20円ありましたからね。モネロ。様変わりしましたね。もう分かんないですね、これ。説明してくれる人も分かんないですね。コインが分かんないですね。はい。また一個一個ね、調べていきたいと思います。さあ、仮想通貨、まあ、ビットコインだけですけど、すごい上がってますね。ちょっと気をつけたいなって感じですね。いつも、まあすごいね。でもね、去年の6月を超えてきましたね。150万をね。ただ今日を超えただけなんで、多分こう日経225とかニューヨークダウと同じ動きだと思うんですよね。で、株が下がってきたらやっぱり一旦手放した方がいいかなと思いますね。じゃあ、為替もどうなんだと。ドル円また上がっていくのかしたら、ドル円は下がるだけですね、これね。月足見ていただければと思うんですが、まあ、大体月足でトレードしてる人なんかいないでしょ。これずっと下がって、これ週足ですが、こう下がってきて、こうですよね。で、104円は終わらなかったんですね、今まで。ここの、第1次のですね、これ、コロナショックの時に101円まで行ったんですよ、一瞬ね。でもこれ以外は割らなかったんですよ。この
4年間トランプ大統領がね、大統領トランプさんが大統領になってから100円割れなかったんだけど、何回か割るチャンスあったんだけど割れなかったんだけど、今回今割ってますよね、今ね、今割ってますよね。だから103円ですよね、もう。なのでね、これずっと下行くんですよね。でも私がずっとこの2、3年ぐらいずっと言ってたこのペナントフラッグ、三角形のね、三角形の旗ですよね、これを飛び出してますよね、下にね。でこれはずっと下行きますね。でこれ突き足でねトレードしてる人なんかいないんだけど、日足もいないんですよね。だいたい5分足とかさ、1分足でトレードしてる人多いと思うんだけど、15分とかね、突き足でちょっとこうピュッてやるんですよね、こうやってね、ちょっと縮めるとこうなってて、まあこれが1994年ですね。ここが1994年ですね。僕覚えてますからね。1993年入社ですから、94年に結婚してアメリカハネムーン行きましたよね、これね。これが79円まで落ちたんですよ。79円までね、落ちての爆上げなんだよ、これね。ものすごい爆上げで、ここすごいよね、これ。147円まで行きましたからね。これ、ロングでね、ただずっとこう、1年ぐらい持ってれば、億万長者ですよ、これ。で、これ、下も億万長者、こうやってね。で、ここがですね、サブプライムローンショック。そして、ここが、あれですね、リーマンショックですね。で、ここが、下まで行ったんですね。これ75円まで行ったんですよね。日本は民主党政権で、もう、ズタボロの時期でしたね。政治も経済もね。そして、ここでですね、まあ、こんな、ドル円がね、70円台入るとやばいことが起きまして、ここでですね、阪神淡路大震災、神戸の大震災起きたんですよね。で、この70円台入って、ここでですね、東日本大震災、福島のね、原発が起きたんですよ。で、今回も、まあ、こんな感じで、こう、サイン、コサインカーブで来たでしょう。で、こう、来るわけですよね。で、今回、こう、65円まで入りますよね。65円。まで入るという噂がもう出てます。で、だんだん、まあ、強い、大きな、まあ、ここは阪神淡路大震災、とんでもない被害が出ましたけど、まあ、79円より75円の方が低いですから、ここはもっとひどいね、原子力発電所の爆発というですね、とんでもない被害、未曾有の被害が発生しました。で、今回65円でしょ？こっからずっと落ちてきますから、ずっとね、多分5年、3年後ぐらいかな。3年後ぐらい、ずっと景気悪いですよ、これから。ずっと景気悪いですよ。FX やってる人だけは大儲けですよ。これ、ただ、ショートで握ってればいいんだもん。億万長者にいつでもちょっとずつこう決済してお金下ろしてね、100万ずつとか200万ずつ下ろして車買ったりね、生活費当てればいいんだけど、ここはね、多分南海トラフだと思うんですよね。南海トラフで、まあ100万人ぐらいのね、大洪水が起きるかもしれないですね。っていうか、まあ日本政府がずっと言ってますから、もう何年前からね、南海トラフから引っ越さないとダメですよね。ずっと言ってるから起きるんでしょうね、これね。で、またこうやって上がってくるけど、高値切り下げてますから、まあ、100円手前で、まあ、折り返すんでしょうね。多分こんな感じですね。で、底値も切り下げてますからね、徐々にね。はい、それを考えてます。まあ、月足トレード、まあ、僕はね、長野研究会で月足トレードをやってまして、まあ、月足ね、まあ、こう、だからこういうところでショート入れてずっと握ってればいいわけです。これ4年間も握ってればいいわけですね。はい。ここは127円ぐらいですね。また、スワップ金利が溜まっちゃうんでね、まあ、あんまりこう横になると困っちゃうんですよね。はい。ということでですね、結果発表ですね。結果発表ということで、
ずいぶん落ちましたね、この1時間ぐらいでね。すごい落ちたなと思ってます。こっちのパソコンの方は、2127万6105円ですね。はい、合わせると、さっき4000万って言いましたね、僕ね。4000万まで言ってないですね。はい。3850万くらいですね。3850万くらいですね。まあそう、150万で4000万か。はい。あと、もう一個の方がですね。これ1万円から始めたやつですね。XM ね。これもリアル口座ですが、まあ今は、これね、9時53分。今もう10時35分なんでね。だいぶ上の方で写真撮影したんですけども、それでも53、今60万ぐらいいってるかな。1万円から始めて、53万2738円まで行きます。またね、私もやりたいと、知りたいという人は、教えたい。これは106円67銭で撮ってますね。で、103円776で写真撮ってますね。776。あ、ちょっと上ですね。はい、ちょっと上なんで、ほとんど一緒ですね、まだね。まだ一緒です。ちょっと下がったかな。うん、だから、そうですね。54万円ぐらいですかね、今ね。うん。1万円で、やっぱすごいと思いますよ。FX、うん、国内 FX はね、あれですよ。お金入れた以上に、お金取られちゃうんでね。絶対やっちゃダメですよ。国内 FX 口座はね。絶対やっちゃダメですよ。お衣装があるんでね。後から、なんでこんな大金払わなくちゃいけないのってなるんですけど、海外は絶対ないですから。ゼロカット制度っていうのがあって、投資家を守らなくちゃいけないっていう OECD のね、勧告があるので、海外口座はきちんと条約に従ってるんですけど、日本は金融庁がなんかちょっとよくわかんないことやってですね、業者が儲けられるようにしてるんですよね。まあそこが本当に闇ですね。日本の金融の闇だと思います。それでは今日はこの辺で終わりにさせていただきます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。どうもありがとうございました。失礼いたします。